DME 社長の地域密着ラジオ。この番組は地域や企業の方々と健全なアーティスト育成を中心にイベント運営、楽曲提供などを行っております。株式会社ディストルミュージックエンターテインメントの提供で放送いたします。 FM 戸塚をお聞きの皆さん、おかほーおかほーはい、 DME 社長の赤穂と DME 社長の地域密着ラジオ第4回目の、ね、放送が始まりました。始まりましたね。この番組はですね、地域を拠点に活動される方々の情報から、戸塚密着型シンガーソングライター赤穂の今月の予定とかね、最新情報からリスナー参加型コーナーまで楽しい1時間をお送りいたします。パーソナリティは番組名そのまま、 DME ディストルミュージックエンターテインメント社長のあざみ直樹と、戸塚密着型シンガーソングライターのカホでお届けします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあさあさあ、4回目ですよカホちゃん。なんかもっとやってる気がしますけどね。そうだね、はい、去年はずっと毎週、昨年度は毎週1回土曜日やってたんですけど、そうですね、4月からこのそうだね、システムに変わったわけですもんね公開収録システムに、はいはい、というわけでね、今公開収録でこちらやっておりまして、はい、実際の放送は7月4日でございますので、はいはい、ぜひ楽しく聞いていただけたらと思います。そういえばかほちゃん、はい、5月31日に何かあったらしいじゃない、はい、そうなんですよ、戸塚の桜プラザホールでですね、うん、人生で一番大きなワンマンライブ、うん、青いユーツズを開催いたしまして、うん、去年の12月からですね、400人集めることを目標に、うん、まあ、路上ライブとかで挑戦してきたんですけれども、うん、結果450人満員で終えることができました。ありがとうございます。素敵です。今日もね、外たくさんの方来てくださってるんですけどいっぱい盛り上がってくださってますね。そうですね、今オープニングでタイムマシンに乗ってが流れましたけど、うん、すごいライブを思い出しますね。あ、本当に、はい、あの瞬間を、はい、ちょっとドキドキしましたけど本当に、はい、すごく楽しいライブになったかなと思っていて、うん、本当にたくさんの方が足を運んでくれたので、うん、本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、楽しかったです。いや、でも本当素敵なライブでしたよ。いや、よかった、もう、うん、マッハで過ぎていきましたけどね一瞬で終わっちゃった一瞬で終わりましたね。楽しい時間はね、過ぎ去るの早いですから、きっとこのラジオも、ね、過ぎ去る時間が長いんだろうと私はそう思っておりますダメですよね、それじゃあ。え、楽しい時間だからこう一瞬で過ぎちゃうんだろうな、うん、このラジオもみたいな。ああ、そういうこと。なんか今ね、違うこと言ってましたよね。あれ今なんて言った俺。ちょっとそれはちゃんと自分で放送を聞いてから僕今なんて言いました、はい、まあいいやというわけで楽しい時間をね、楽しい時間を過ごしていきたいなと思います。本当に5月31日はでも本当おめでとう。 ありがとうございました、はい、お疲れ様でございました。ありがとうございました。皆さん、じゃあもう一度拍手で。ありがとうございました。今日もライブ T シャツを着て、そうだ、ね、来てくださってる方がいて、青いユーツズって書いてあるね、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。というわけで7月4日放送日、今日は何の日ということなんですが、まあね、7月4日なんで、はい、まあ、梨の日はやっぱりそのままあるみたいですね。やっぱり戸塚はね、うん、浜梨が名産ですから、うん、おということはゆるキャラも、そうなんですよ私の大好きなゆるキャラの日ですかね、になるのかな。半分半分なしだけだもんね。そうですねうがどっかで当てはめられればね、そうですね、 うなしの日にできるかもしれないですけど、でも他にはナスの日っていうのもあるんですよ。ナスって食べ物ではなく、食べ物のナスじゃなくて、ナス高原のナス、へえ、うん、これもナスの語呂合わせで7と4の語呂合わせでナスの日っていうのがあるそうですね。なるほど。いや、なんかいろいろありますね。いろいろありますね、うん、なんか分かりやすい、梨とかそのナスとか、うん、そのちゃんとね、こう文字が、うん、あ、なんとなく分かるなっていうのも、うん、はありますけど、うん、ここにそれが入るんだっていうのもありますからね。そうだね、そうなかなか面白いですね無理やりな時がありますから、うん、はい、というわけで、まあ、このナスの日、梨の日に、はいお送りしてます放送ですが、はい、でも早速ね、1曲目いっちゃおうかなと思うんですが、はい、1曲目は赤穂さんどうします。1曲目はですね、まあ、5月31日に発売した、まあ、オープニングでも流れていたタイムマシンに乗って、1年半ぶりのシングルの中に収録させていただきました。JCOM チャンネル南横浜の、デイリー横浜という、ニュース番組のですね、うん、エンディングテーマ曲として、うん、使用していただいている曲、明日晴れたらという曲を聴いていただきたいと思います。
域密着ラジオが、ラジオが始まるよ。さあ、ということでですね、本日のゲストを早速紹介していきたいと思いますよ、かおちゃん。はい、行きましょう。よろしいですか？もちろんです。本日のゲストはですね、なんとなんと社会福祉法人横浜市戸塚区社会福祉協議会から、すごい漢字がいっぱい並んでるもう全部漢字です、お二方いらしていただいております。戸塚区社協から来ていただきました室井さんと松本さんです。イエーイ、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ラジオは初めてですか？はい、ほぼ初めてですね、うん、ほぼ初めてですか？緊張しております。もう全然あのマイクの近くで喋ってくださいよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではですね、この社会福祉協議会のお二人をですね、ちょっと早速一問一答で紐解いていきますか。いっちゃおうと思います。はい、ということで BGM も変えていっちゃうよ。いきましょう。さあ、この BGM が来たら一問一答です。今日もですね、10問質問用意してますので、サクサクっと答えていただいてですね、その後ゆっくり一つ一つの質問を聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではまずですね、お名前、年齢、出身地を教えてください。室井さんからお願いします。はい、名前は室井義行と申します。今年で48になります。出身はあの横浜は、地元戸塚でございます。はい、戸塚でございますか。ありがとうございます拍手が起こっております。じゃあ続いて松本さん、お願いします。はい、松本玲奈、26歳で横浜生まれです。お、横浜ですね出身地で拍手が起きる続いてのご質問、まあ、これも分かっていることなんですが、ご職業を教えてください。はい、ね、冒頭した感じのような名前でしたけども、はいはい、戸塚区社会福祉協議会、略してよく戸塚区社協と申しますけども、そこであの事務職次長という事務局立場で、はい、おります。よろしくお願いいたします。はい、では松本さんは。私は次長の、部下でございます。職員です。あの、私どもの、あの看板娘でございます。看板娘でございます。素晴らしい。いや、いいですね。よろしくお願いいたします。はい、続いての質問、見た目はどんな感じですか？はい、まあ、疲れたただのおっさんかなそんなもんないですけどね、ちょっと後でゆっくりね、はい、聞きたいと思います。松本さんは。周りの職員からですね、マリモッコリって皆さんご存知ですかね。マリモッコリ、マリモッコリ知ってますか？それこそゆるキャラみたいなやつだよね。そう、キャラクターあの気持ち悪いやつですすごい人気ですよ ね、うん、ちょっとこれも後でゆっくりそうです、ね、教えてください。続いての質問、周りからはどんな人ってよく言われますか？じゃあこれをちょっとお互いに言い合ってもらいましょうか。じゃあ、あの松本さんから見た室井さんは。私はあのとにかく優しいですね。あ、ただあの時々親父ギャグが炸裂します優しい時々親父ギャグで、はい、で室井さんから見た松本さんはいかがでしょうか？はい、ツッコミどころ満載の、はい、天然娘違うんですけど、はい、あんまそんな感じにね、そうなんですよ、見えないですけども、嬉しい、はい、あと5分もすれば多分出てきますから、はい、じゃあこれも後で突っ込ませてください。続いて今の仕事に就いたきっかけは？室井さん。はい、私は、まあ、恥ずかしながら、はい、あの電波使ってあれなんですけど、あの仕事なくですね、風太郎下地大学でございまして、ね、ね、新聞の広告を見て、はい、社会福祉協議会、あ、福祉なんか人のためになるのかな、あ、なるほど、はい、でした。いや、でも素敵な志ですよね。はい、松本さんは。私はあの学生時代に、はい、ボランティアをしておりまして、はい、でそこがたまたまその社協のやっているボランティア で、ね、はい、で職員さんから、ま、受けてみればというので受けてみて今に至りますなるほどです、ありがとうございます。続いて強いて言うならば何オタク？はい、さん、はい、はい、まあ、野球が大好きでですね、あの昔ちょっとやってた、ね、そうなんですね、強いて言えばまあ野球オタクと。野球オタクで、はい、なるほど。ちょっとこの後50分くらいかけてゆっくり話しましょうか。長い長いラジオ終わっちゃう松本さんは。じゃあ体を動かすのが好きなので、まあ、登山だったり。登山、はい、あと音楽も、はい、細い体で山を登られるんですか？山大好きです。あ、すごい。音楽も好きです。自然と音楽が、ね、いいですね。なるほどです。では続いて
昔つけられたことのあるあだ名はあります？室井さん。私はですね、まあそれぞれ、まあ、小学校の時は、まあ、室井を無事で、まあ、室っちとか、室っち、あと中学時代はさっき言いましたように、まあ、野球の、はい、まあ、下手くそでしたけど、まあ、キャプテン主やったんで、まあ、主将とかですね、かっこいいじゃないですか。なるほど、名前ね、あだ名だけですけどね。なるほど、はい、松本さんは。私はあの小学校の頃なんですが、はい、あのマッチョ、あと松本だからマッチョって言われてました。なるほど、はい、見た目は全然 ね逆だからマッチョさん、なるほどです。続いて尊敬する人は、室井さんは。次長ですかね。お、あ、私か、松本さん。私はじゃあ次長、あれ、一応次長、一応一応一応じゃあの私も一応松本。 お、はい、お互いに認め合ってる存在と、はい、いうことで一応がつくんですね、はい承知いたしました。さあ続いて、ね、終わりに向かってきてます、9問目の質問です、人生の最後に食べたい食べ物は。これ過保クイズですね。そうです、はい、はい、室井さんは。はい、私はですね、笑われちゃうかもしれないですけど、みょうがの味噌汁が、ね、味噌汁、はい、素晴らしい、ありがとうございます。お、素晴らしいですね、はい、これもじゃあ後で50分ぐらい。そうだね、50分ぐらい今日あと100分以上必要ですね松本さんは。ちょっと真逆なんですけれども、うん、まあ、焼肉。あ、なるほど、結構じゃあ、ね、見た目によらず外でアウトドアだったり焼肉だったりと、ちょっとあとでゆっくりまた焼肉の話聞かせてください、はい、それでは最後に戸塚にお住まいの方々にメッセージをお願いします。室井さん。はい、まあ、仕事から戸塚区、まあ、社会福祉協議会っていうところで、まあ、仕事してるんですけども、はい、まあ、オラガ町戸塚ですね、はい、あのぜひみんなで、盛り上げて、本当にいい町だなと思えるようにみんなで、はい、盛り上げていきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。松本さん、ね、まあ、皆さんと一緒にですね、あのいい町をと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ということで一問一答のコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。いや一問一答なんてね、受けることないですよね、人生においてなかなか。いや初めてですね。そうですよね病院の問診じゃないんだからなるほど。でちょっと、ね、一個ずつ聞いていきたいんですけど、あのまずね、戸塚区の社会福祉協議会というお仕事なんですけど、まあ、ボランティアとか、はい、たくさんいろいろつないでいらっしゃってるっていう話もちょこっと聞いたんですけれども、もうメインの仕事っていうのはもうそのつなぐ仕事なんですかね。そうですね、なかなかはもう分かりやすい、よく言われるんですけども、社協って何やってんの、はい、何やってるところなのと、はい、あのよく、まあ、簡単に一言で言うと、まあ、地域福祉の、まあ、推進役っていうことで、あの今おっしゃってくださった通り、あの、まあ、人と人とをつなぐとかですね、例えばあのこういうボランティアをしたいんだけどもっていう、まあ、相談者の方、うん、逆にこういうボランティアさんがいたらなという、まあ、地域の方あるいは施設の方とかですね、うん、まあ、そういったところを結びつけたり、なるほど、はい、っていうのが一つありますかね、はい、なるほど、はい、素敵なお仕事だよね、こういう仕事ね。そうですね、でもある意味カホが音楽でやりたいこともすごい似てるのかもね。そうですね、うん、やっぱりあの何、手段は違うけれども、うん、その人と人とをつなぐっていう意味では、うん、はい、同じかなと私も、ね、はい、思いました、うん、なんか結構あのカホちゃんも最初うちの事務所に入ってくるときに自分のプロフィールを見せてもらったときに、最初に人と人とのつながりやとか、そういう幸せを音楽で感じてもらえたらみたいなことを書いてらっしゃって、うん、そうだよね。あ、そうです、そうだよね、それは今でも多分そうだよね、チラシにいつも書いてありますね、ね、うん、はい、だからすごい今ちょっとあの社会福祉協議会の室井さんの話聞いてて、うん、なんかちょっと近いのかなって今聞いててね、はい、私も思いました、うん、思いましたね。なるほどです。事務局次長ってめちゃくちゃ偉いですよね。だっていや、名前だけでよいよいよいよなんちゃって管理職、なんちゃって管理職でも次長公認の看板娘なんですね。じゃあ松本さんは。そんなことない、本当頑張り屋で、はい、いや素敵な関係ですね、お互いに尊敬する人は、ね、そう、次長あってならではですから素晴らしい、いいですね、なんですかね、僕もカホさん尊敬してますよ。あ、一応私はやっぱり両親を尊敬してますねあれ、こう何も成り立たなかった、それ違い、はい、ということでちょっとまたじゃあ他の質問突っ込んでいきたいと思いますけど、あれだ、人生の最後に食べたい食べ物。そうなんですよ、出会いましたね、カホさん、はい、うん、私、うん、あの人生で
一番最後に食べたい食べ物はお味噌汁なんですけど、うん、もうそれぐらい本当にお味噌汁が好きで、この前東京にあるあのお味噌汁専門店にあのテレビ見てすぐ行ったんです、うん、それぐらいあのもうご飯よりお味噌汁の方がお椀が大きいぐらいだったんですけど、うんうんうん、もうそれぐらい好きなんですよ、うん、でいつも初めて会った人に、うん、あの血液型とあと最後に食べたい食べ物を聞くんですけど、うん、それでなかなかその焼肉とかお寿司とか、うん、あのまあ白いご飯とか言われる方が、うん、あの多いんですけど、うん、お味噌汁って言ってくれる方がなかなかいなくて。そうだよね、初めてでしょ。初めてなんですよ。おめでとうございます。もう運命を感じますよね。じゃあ地球最後の日は、はい、ぜひ一緒にお味噌汁を味噌汁をすすりましょう。私はみょうがでいいですか。みょうがでいいです。私もみょうが大好きですけど、あ、そうそう、はい、あのちなみに赤味噌、白味噌、合わせ味噌どれが好きですか。私は赤味噌ですかね。赤味噌、赤味噌、わー、はい、そこはちょっとダメですね。そこは合わなかった。そう、私白味噌が好きなんですけど、でもやっぱり赤味噌の、あ、でもこの前は白味噌の方が多かったんですかね、うんうん、合わせ味噌も多かったんですよ。なるほど、ね、どうでもいい情報。でも、まあ、はい、味噌汁ということなんですが、はい、松本さんは焼肉なんですよね。そうですね、まあ、逆ですね。なんかもう見た目によらず、そう、うん、だって焼肉で趣味が登山ですよ。確かめっちゃ動いてますよ ね、 だってね。フェスとかもしかして行かれます？あ、もう好きですね。やっぱり山と音楽だったらフェスですよね。なるほどね。私一回も行ったことなくて、フェスに。そうなんです、おすすめあったら、うん、夏とかね、いっぱいある、ね、うん、そうなんですよ。フジロックとか、そうですね、 AP バンクフェスとか、うん、ああいうやつか、行ってみたいんですけ ど、 なるほど、はい、いや、そしてあだ名ですよ、あだ名。あの松本さん先言っちゃいますけど、マッチョですよ。マッチョ。でもあの松本さんの元の字って、あの普通の日本の本じゃなくて元の方なんですよね、うん、あ、そうですね、元気の元ですね。ちょっと珍しいですけど、あ、確かに中学校の時ってこの松本さんって名字の方、松元とかやっぱ元ちゃんとか、うん、呼ばれてたんですよ。そう、言われますね。そうなんだ。だから逆に松の方に松本っていう名字でいじってもらってますもんね。いじってもらってる。今でも言われます。そうなんですね。なるほど。主将、そして主将さん、野球部の主将だったんですね。まあ下手くそだったんですけどね。いやいや、下手くそじゃねえ。いやいや、主将にはなれないし、何より多分こう人柄とかで選ばれてた部分があると思いますんで。はい、なかなかブロイっていう名字も、はい、なかなか覚えていただけなかったんですけど、最近はそうなんですか、あの例の踊る大捜査さん、 あれでなんか青島、ええ、青島聞こえるか、はい、ですね、聞こえます。ブロイさん答えちゃった、ね、覚えていただける。なるほど、はい、確かにそれまでってあんま室井さんっていう名前、芸能人とかでもあんまいらっしゃらなかった感じですか。はい、あったんですよね。そのあの映画で結構、そうだよね、ドラマか、有名になった感じはありますね。なるほど、室井さん、室井さん、そうそう、あの名字でございます。ありがとうございます。今外でね、室井さんと、はい、もう名前だけ書いてくださってる方もいらっしゃいますが、さっきの赤白どっちっていう、そうだね、合わせ味噌も書いてありましたね。はい、ということで、それからですね、周りから、あ、これ聞きたかった、あれ、見た目はどんな感じですかなんですけど、ちょっと疲れたただのおじさんはちょっと、まあ、ちょっとそんなことないと言っておきます。室井さん、室井さんお若いですよ、48歳に見えないです。でも最近は、ね、運動したら疲れが3日後とかね、4日後とか、あ、やっぱりちょっと離れてくるんですか。どんどん離れてきますね。嘘、ね、嘘なんて。なんか野球とか、野球オタクだったら野球やられるんですか。もう最近は、はい、昔はよく、ね、あの会社の同期で、はい、あのチームなんか作ってユニフォームなんかも作っちゃったりしてやってましたけど、ね、もう最近はもう見る方ですかね。あ、そうなんです、はい、社長も野球好きですからね。大好きなんです。あ、そうなんですね。うん、もう合いそうですね。やりましょうか、この野球。よろしくお願いします。あの、ぜひ僕混ぜてください。いや、もうこちらこそ野球するときは。よろしくお願いします。はい、お願いします。あとあれです、見た目のやつ、松本さん、マリモッコリって。目がへっこ、なんていうんですかね、こうね、くってなる眉毛みたいになってるんですよ。確かにマリモッコリってこう、あれですよね、半円みたいな目をしてるんですよね。上向きの、なるほど、まあ、AKB のユキリン、柏木ゆきちゃんもマリモッコリって言われてるんですって。なるほど、そう言われるといいイメージ、ね、じゃあもう AKB にいそうということで。そう、やはり看板娘なんですね、可愛さも。なるほどでございます。
それからあのお互いのね、見た目ですよね、どんな人から言われるかってところなんですけど、うんうんうん、まあ、優しい時々親父ギャグと、確かにやっぱ親父ギャグちょこちょこね、すごいいいですね、場が和むから、そうだね、うん、すごくなんかもう優しい雰囲気 もう見た目からもうにじみ出てるからにじみ出てるそしてあれですね、ツッコミどころ満載の天然娘ということなんですが、天然なんですか？いや違いますよ、ね、違うと思いたいけど、ね、はい、どういうところが、うん、ぜひ今度ちょっと職場に来ていただけると一日一緒に、ね、そうだね、ぜひぜひ、はい、でもしなんかね、もしなんかこうテーマソングのね、うん、制作の依頼なんかしていただけたら一日体験とかさせていただきたいけど、その時は松本さんに同行という形で隣の席でそうですね、果たしてどれだけ天然なのかっていう、結構すごいかもしれない、ね、はい、ということで、まあ、大体質問洗いざらいいけたかなと思うんですが、はい、まあ、今の仕事についてはきっかけだったので、じゃあ最後にお聞きしたいと思いますが、まあ、広告見て福祉っていいなという、ことだったんですが、まあ、でも福祉のこととか特に勉強されてたわけではなく、いきなり福祉の業界にこう突っ込んでいったって感じですよね。そうですね、もう私の場合は本当に、はい、特に、まあ、専門の学校を出て、はい、福祉の勉強して、まあ、今の仕事をしているわけではなくてですね、まあ、入って、うん、入ってこう、あ、こんな世界がとかですね、うん、本当に気づきというか、うん、はい、でもう20年経っちゃいましたね。本当ですか、はい、でもやっぱり、ね、ちゃんともう行動を起こして入らないとわからない世界っていっぱいあるものね。そうですよね、うん、やっぱり勉強しててもやっぱり現場で見ないとわからないこといっぱいあると思うんで、うん、松本さんはあれですね、学生時代にボランティアをもう社協でされてたと、うん、そうですね、たまたまそのまあ、インターネットで検索したところが、うん、まあ、社協って出てきたので、うん、それまで、ね、私も福祉の勉強はしていないので知らなかったんですけど。じゃあ学校の単位とかでボランティアに行ったわけではなく、そうですね、もうあれなんですね、自主的に、まあね、なんかかっこいい言い方になっちゃいますけど、まあ、たまたまのご縁がつながって、なかなかボランティアさせてくださいって電話したりとかね、うん、突っ込んだりするの難しいよね。自分発信で行くっていうのは素晴らしいことですよね。いやすごいなやっぱあれですね、お二人ともやっぱこう見た目に人柄が出てるじゃない、なんか優しさだったりとか謙虚だったりとか、こういう方がやっぱりこう、ね、町のため福祉でいろいろ考えてらっしゃるんだなと思うと、なんか安心するよね。そうですね、戸塚区の次長だってこんな雰囲気いいんですよ。確かに親父ギャグバンバン言っちゃいますから、うん、いやいや、なんかお堅いイメージがちょっとそうだよ、ね、あるけれども、なんか全然そんなことないなと、はい、いや優しい雰囲気で、うん、ぜひ我々もね、はい、音楽でいろいろと戸塚区で頑張ってますんで、はい、ぜひなんかボランティアでももしなんか我々でね、うん、突っ込める機会があったら、はい、ぜひ使ってやってください。ぜひぜひ、はい、はい、よろしくお願いします。ね、最後に最後に本当に最後ですよ。戸塚でこれからちょっと社会福祉協議会として、まあ、どんな活動をちょっとしていきたいかとかってお話聞いてもよろしいですか。うん、はい、はい、まあ、これは区役所行政と一緒にですね、はい、戸塚ハートプランというハートプラン、うん、福祉保健、まあ、計画ですね、はい、みんなが過ごせる街づくりということで、はい、まあ、地域には本当にいろんなまあ、地域の活動者っていうんですかね、はい、の方々と今一緒にこうなって町づくり地域づくりしてるわけなんですけども、はい、まあ、2025年にはですね、はい、2025年、うん、2025年、いや2025年はまだ先ですね。11年後ですね、はい、すいません、あれタイムスリップしました逆タイムスリップしました、はい、団塊の世代の方々が、まあ、75歳を迎えると、はい、いうことで、まあ、ますますこういった高齢社会というところですね、はい、今本当地域のにはですね、うん、まあ、世話焼きのねおじさんおばさんが頑張ってらっしゃる、うん、はい、若い方もそうですけども、はい、まあ、果たしてそうなった時に我々がね、はい、まあ、その年代になって果たしてどれだけ地域には世話焼きのおじさんおばさんがいるのかなというところで、うん、まあ、先ほどカオさんつなぐというね、うん、話されてましたけども、やっぱりいろんなこの思いがつながり合う地域づくりっていうのを、はい、まあ、子どもからご高齢、まあ、いわゆる障害のある方も含めてですね、はいはい、つながり、まあ、作っていける戸塚になるかなと、はいはい、
最後はすいませんかっこよく言っちゃいましたけど、かっこいいですよ、もう自分自他ともに認めるかっこよさですよ、本当に。ではというわけで本当にこれからもどうぞ戸塚のために一緒に、はいはい、活動できたらと思いますのでよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。本日はお忙しい中ありがとうございました、はい、社会福祉法人横浜市戸塚区社会福祉協議会から室井さんと松本さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、素敵なお話いっぱい聞かせていただきましたね、かおちゃん。そうですね、なかなかこういう機会じゃないとね、うん、お話聞けないので。そうだね、うん、はい、すごい勉強になりますね。私も勉強になりました。それでは続いて曲に行きたいと思います。今日2曲目はかおちゃん何聞かせてくださいますか、はい、そうですね、我が TME の、うん、所属の、エソラビットさんが先月の6月の中旬にですね、うん、50日間1000枚 CD をお届けするという、うん、挑戦見事達成いたしましたので、達成しました、はい、おめでとうございます。なんですね、それを記念して、うん、エソラビットさんの曲をですね、うん、流したいなと思います。はい、それでは聴いてください。息してつながって、
続いてはですね、お便りのコーナーに行ってみたいなと思いますが、よろしいですか、ガオちゃん。もちろんです。なんで笑ってるの？何について笑ってるのかな。でなんかあのジングルの社長の声すごいなと思っていたんですけど、その室井さんと松本さんがすごいあの冷静な表情で結構淡々とね、はい、座ってらっしゃって面白い。なんだろうなこれと温度差がすごい面白いなと思いました、はい、いやということでお便りのコーナーに行きたいと思います。今日ね4通ほどかないただいております。はい、あと1通目、外立て律子さんからいただいております。律子さんだ。で、ね、妄想ケースに入れてくださってるんですが、はい、お便りの欄が少しだけあるので読ませていただきます。かほ、はい、ちゃんのさらっとズバッとなツッコミが面白い、密かににやけてます。あとカラオケでディストロのアーティストの曲を歌いたい、これからもいろいろ楽しみにしていますというお便りをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。カラオケで歌いたいね。歌いたいですね。でもすごい嬉しいですよねそれって。そうだね、まあ、ちょっとそのうち、はい、10年後ぐらいにはね。そうですね、こちらパンぐらい入れとこうか。はい、でもカラオケとか行きますか、室井さんとか。行きます。行きますか。何歌うんですか。北島三郎。そうなんだ。渋い、渋い、若い歌をいつも、うん、はい、はい。で今度連れてってもらいましょう、カラオケ。そうですね、うん、あのカラオケの鉄人にでも。そこでやっぱお味噌汁ね注文しましょう。です、ね、いいですね、味噌汁飲みながらカラオケ。はい、というわけで律子さんでございました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いてでございますが、戸塚のカズくんからいただいて、うん、ありがとうございます。います。あでもこれはもうお便りじゃなくてあれかな、妄想ケースかな。妄想ケースですかね。まあ、でもあの妄想ケースたくさん送ってくださってるんで、はい、これじゃあ後で、はい、楽しみです。あの読みたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてのんびり行こうよ、うなしよしおの歌さんからいただいております。またすごい名前ですね。かほしなおしかほし組の皆様、おかほし。もうなんか早口言葉のように噛みそうな感じ、ね、もう時間は経ちましたが、やっぱりこれは言わなければ。5月31日ワンマン成功おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。そして素敵な瞬間をありがとうございました。とてもとてもかほちゃん美しかった。いや次はワイヤーで釣って空中で弾き語るかほちゃんが見たいということで、ね、やばいですよ。宙吊りですよ。すごいですね、ジャニーズ的な感じですね。ジャニーズ的な、もう宙吊りで、ね、やばいですよね。お二人すごい澄ましてらっしゃる。冷静なんですよ二人ね。えあの2階席から見た忘れられない風景、次は10階席に行きますということなんで。10階席の箱ってないと思うんですよね、逆にね。ないない。はい、ということでありがとうございます。ありがとうございます。駆け抜けた半年、寒さにも暑さにも社長のしごきにもシンデレラのように耐えたかほちゃん。体の疲れはどうですか。今一番望むのは次のライブよりも次の新曲よりも何よりもかほちゃんの元気な笑顔ということで、まあ、ありがとうございます。社長の間の手からもうみんなで守ります。ずっと元気でいてくださいねということでございます。社長超悪者ですよね。室井さん今日会うの多分2回目ぐらいなんだけど、うん、もう印象これで最悪だったの。この人多分クソなんだなみたいな。いやそんなことはないですよ。はい、本当にね、あの温かいメッセージありがとうございます。ありがとうございます。さあお便りは次で最後になります。はい、戸塚密着型おかほう応援団のゆきおさんでいらっしゃいます。新しいのつきましたね、はい、おかほう応援団。かほさん、あざみ社長、はい、仕事もそこそこに駆けつけたかほ組の皆さん、おかほー、おかほー、おかほー。ぜひ室井さんと松本さんもどうぞ。おかほー。ありがとうございます。5月31日戸塚桜プラザホールの青い憂鬱ワンマンコンサートから1ヶ月が経ちましたが、はい、まだ感動と興奮の余韻が強烈に残っていますよ。かほさんはどうですか。涙による柏川の氾濫は落ち着いたようですがということで、その柏川が涙でね氾濫するんじゃないかとみんなの涙で言われてたんですよね。先月ね、うん、氾濫しなかった。氾濫仕掛けましたけど、うん、もう大丈夫。はい、大丈夫でした。落ち着いた。でもやっぱり蘇りますね、あの曲を聴いたりすると、うん、今日もね、はい、タイムマシーン乗ってを聴いたら、そうですね、思い出しますね、すごい楽しかったです。でもやっぱあのステージから見た景色っていうのもね、きっと忘れられない光景になるでしょうから。忘れられないですね、うん、本当に。早く DVD 見たいね。見たいような見たくないようなっていう感じなんですよ。なるほど、はい、うん、なんかもうそろそろ仕上がると噂なので。あ、本当ですか、楽しみ、うん、もう俺実は何個か見させてもらいました。あ、本当ですか、うん、やだ、はい、まだね、カホには一切見してません。そう。全部完成したらお渡ししますので、楽しみです。よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、さて、東北に詳しいカホさんとあざみ社長に質問ですということで、うん、
ちょっと、ね、質問いっぱいあるんで、はい、ポンポン答えてもらえます？わかりました、はい、任せてください。東北に旅行するとしたらどこがおすすめですか？うん、ファオさん、もちろんあの福島県小野町だよね、うん、ちなみに室井さんとかあります？私は見たことないんですけど、あの青森のねぶた祭りとか見てみたいですね。いいですね、迫力すごそうですよね。なるほど。次なんですけど、郷土料理やお土産でおすすめありますかということなんですが、これじゃあカモさん、お土産そうだな、うん、まあ、でも野町の郷土料理って言えばねそうですね郷土料理私あの野町のご当地グルメのアイスバーガーの歌を歌わせてもらってるんですけど、うん、持って帰ることは多分溶けちゃうのでね、できないけど、ね、行ったらぜひ食べてほしいし、ね、あとはあの夏井千本桜、うん、あれを私は一回見たいなと思っていて、本気で、ね、あの5キロぐらいにわたる川の両側にあの桜がパーって咲くんですね、はい、それがすごい名所らしくて、うん、一回も私見たことないので、うん、見てみたいね。見てみたいんです、それは、うん、じゃあちょっとその時期に突っ込めるようにいたしましょう、お願いしますお願いします。でまた方向が逆ですがということなんですが、カモさんは西表島にはいつ行くのでしょうか？できれば秋に行けたらいいなと思ってます。秋に長期休暇をあざみ社長は用意してくれるのかな、お願いします、うん、カモさんにとっての西表島の魅力とは何でしょうかそうですね、やっぱり時間がゆっくり流れていそうなところと、あと星が綺麗なところと、うん、あ、まあ、空気も綺麗だし、ね、海も見れるし、うん、はい、素敵なことばかりですね、はい、はい、ぜひ行ってきてください、はい、で新曲南の島の恋の歌を CD でつけるのもいいですねって書いてあるねあの勝手にテーマソング書いてこいということですね。あざみ社長、検討お願いしますと、かっこ水着写真もお願いします。無理ちょっとそれはね、僕も OK できません、ね、じゃあ社長の水着写真、僕の水着写真好きなだけどうぞ、うち の, あの男性スタッフの水着写真でよければちょっと、ね、よろしくお願いいたします。ということで、戸塚密着型、岡方応援団のゆきおさんでございました。ありがとうございました。今日も、ね、たくさんのお便りありがとうございました。ありがとうございます。この番組へのご意見ご感想ご要望はですね、 info@thistleme.com info@distroleme.com まで、ファックスは 045-228-8705 までお待ちしております。ではガオちゃん、はい、このコーナー行っちゃいますよ。行きましょう。妄想ケースあのね、残念ながらねリバーブがかかってなかったもう一回言い直させてください。わかりました、行きますよ。あのコーナー行っちゃいます。妄想ケース、すごい、ね、無理やりいい感じですね、はい、というわけで今回ね4通いただいておりますので、妄想ケースどんどん読んでいきたいと思います。今日のシチュエーションは何ですか？今日のシチュエーションはですね、あ、ちなみにこのコーナーはですね、はい、とある妄想ケースのお題にユニークかつ心に響く回答を投稿していただくコーナーでございまして、まあ、優秀作品をカホが選定しましてですね、はい、まあ、優秀作品には番組特製ステッカーを、今のところちゃんとプレゼントできてるかな、大丈夫かな、できてますよね、できてるはずだ、うん、できてるはずだ、もうね郵送じゃなくて、ね、手渡しにしてください、はい、で今回はですね、今回のお題は見た目は子供、頭脳は大人になってしまった恋人が、その恋人を元気づけるあなたの一言とはというお題でございます。どこかで聞いたことのあるようなね最近で結構、ね、どこかで聞いたことある お題が多いんですよねじゃあね、ちょっと1通ずつやってみたいと思います。はい、まずはですね、リツコさんからいただいているお便りなんですが、はい、妄想回答いきますね。ではいきます。これね、多分結構長い一言なのでカホちゃん聞いてください。もちろん、はい、聞いてます。では見た目は子供、頭脳は大人になってしまった恋人が、その恋人を元気づける、あなたの一言とは。マジで？じゃあこれから日本一の小学生、いやひょっとしたら世界一の小学生って地位を得ちゃうってこと？すごいいいな。うん？ってことは天才と言われる子たち、あれはひょっとして見た目は子供、頭脳は大人なんじゃないの？そしてエジソンとかモーツァルトとか紫式部とかになっちゃうんじゃないの？これは歴史に名を残すビッグチャンスでしょう。絶対ものにしちゃおう、という回答でございます。なるほど、女性だから、うん、男性に対してだね、に対してってことか、うん、か、なかなか長い回答でしたけどね。でもなんかなるほどっていう感じでしたね。一生懸命に説明してくださいました。でも確かにあのちっちゃい時にこう才能を引き出してくる人って、うん、もはや本当に中身大人なんじゃないかって思うよね。そういうことか。そうそうそう、今理解しました。なるほど、そう、これまず1つ目でございます、はい、リツコさんからいただいたお便りでございます。さあ続いてですが、続いては戸塚の家族に行きましょうか。
行きましょうか。カズくんね、あの合格率高いですから。そうなんですよ、はい、行ってみたいと思います。シチュエーションはですね、見た目は子供、小学生高学年ぐらい、頭脳は大人30代前半ぐらい結構恋人は高校生の女子、あなたは高校生の男子ということでシチュエーションでございます。見た目は子供、頭脳は大人になってしまった恋人が、その恋人を元気づけるあなたの一言とは。ねえねえ、この際だから見た目は子供風だけど演技派女優として芸能界デビュー目指してみたらどうかな。ディストルミュージックエンターテインメントという会社のオーディションを受けてみない。素敵なアーティストさんが多いし、採用してもらえるかわからないけど勉強してその道に進むのはありかもしれないよ、ということでございます。なるほど、まさかの会社名、会社に媚びを打ってきましたね戸塚のハズ君ありがとうございます。まあ、ディストルね、あのアーティスト募集してますから、はい、これがまず2通目でございます。続いて、吉尾さんですね。のんびり行こうよ、うなしい吉尾の歌さんですが今回のお題今飲みに行こうよって聞こえて飲みに行こうよ、のんびり行こうですねすいません、いきますね。見た目は子供、頭脳は大人になってしまった恋人が、その恋人を元気づけるあなたの一言とは。おもちゃ買って、お菓子買って、僕は子供だからお金がないの、僕にあるのは君と過ごす時間だけ、僕が大人になる頃は君はおばあちゃんになってしまっているけれど、だからこそずっと君を守り続けられる時間が手に入った、ずっと手を握って歩いていけるよ、ということでございます。どういうこと、どういうこと子供になっちゃったけど、子供になっちゃったから恋人は年齢が上なんだよね多分ね。あ、そっか、そうそう、ランちゃんとコナンが、あ、行っちゃったみたいなもんだから、その年齢に差が生まれちゃうから、きっとこうもう恋人の元の関係には戻れないかもしれないっていうね。だけどまあ、あのずっと近くで見守ってるよみたいな、へー、君がおばってことですよね。長く、その分長くなったってことですか、うん、一緒にいる時間が。あー、ちょっと理解力が欠けている気がするちょっとお題難しかったかな吉尾さんですね今の。うん、吉尾さんでございます。そして最後、戸塚密着型のゆきおさんでございます。はい、はい、今回のシチュエーションも特になく、いつもシチュエーションがすごいんですがいきますね。はい、妄想ゲームですね。見た目は子供、頭脳大人になってしまった恋人が、その恋人を元気づけるあなたの一言とは。カホさん、君の見た目は子供の姿になってしまったけど、この歌を歌うから僕の君への気持ちを分かってほしいんだ。いつまでも変わらぬ愛を君に届けてあげたい。どんなに年が離れていても終わらないデイドリーン以上ですそれどういうメロディーがつくんだろう。あのね、織田哲郎さんのいつまでも変わらないよっていう曲らしいんだけど、僕ね分かんなかった今、曲が。室井さん分かりますね。うまい、うまい、今ま、ね、外の方もう室井さん今歌いそうでしょ、こうやってというどうだい、分かってくれたかな、江戸川コナンっていう最後までくっついてました最後までくっついてかっこ工藤新一って書いてありましたねこの4通でございますが、いかがでしょうか、ほさん。今日ちょっと難しいですね。ちょっとハードル高いね。ハードル高いまたいろんなのありましたけど、自分がその恋人だったとして嬉しい言葉ってことですよね。まあ、そうだね。でユニークだったり面白かったり心に響いたりと。わかりました。そう、言ってみましょうか。本日のお題は、妄想ケース、見た目は子供、頭脳は大人になってしまった恋人が、その恋人を元気づけるあなたの一言とは。優秀作品はどなた。悩むけど、リツコさん、おめでとうございます。おめでとうございます、リツコさん。いや、ね、すごい悩みました。ちょっと今回ね、接戦だったよね、どれもね。そうですね、やっぱりこう子供になっちゃ、自分が子供になっちゃったら、ショックじゃないですか。まあ、ショックだよね。どうしようって、この先どうしようって思うわけじゃないですか。でもなんかそういう偉人の人にのように例えられたら、あ、ちょっと頑張れるかもしれないって、懸命に励ましてくれた感じね。そうで、明るく、そう、冗談も交えながら励ましてくれ、すごい私真面目に考えてますそうだね。いや、いいんだよ、がなんかいいかなと思った、でも吉尾さんのとちょっと迷ったんですけどね。なるほどね。そう、吉尾さんのも良かったよね。吉尾さんのも良かった、分かりやすくて。そうなんだよね。ん？
なるほどでございます。というわけでじゃあちょっとリツコさんには、番組特製ステッカーを、郵送いたしますので、ちゃんと郵送いたしますので、はい、お待ちください。よろしくお願いいたします。では放送ゲームのコーナーでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ではですね、かおちゃん、はい、最後の曲に行きたいと思いますが、最後の曲は何ですか？最後の曲は、こちらも5月31日に、タイムマシンに乗ってシングルとですね、同時にリリースさせていただきました、私が今やっているテーマソングプロジェクトの、はい、第2弾となる、ミニアルバムですね、はい、トツカ2の中から、金子ファームさんの、テーマソングとして作らせていただきました、帰ろうという曲を聴いていただきたいと思います。TME 社長の地域密着ラジオ、番組が終わりに近づいてまいりました、はい、というわけで本日の感想をちょっと聞いてみたいと思います。室井さん、はい、大変緊張しましたけど、でも楽しかったです。どうもありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。松本さん、皆さんすごくあったかくて、楽しかったです。ありがとうございました、はい、ありがとうございまし ました。そしてかほちゃん、はい、緊張しませんでした。いつもの感じだった。はい、皆さんのおかげで楽しくできましたので、うん、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。なんか今日は珍しくあまり切らずにいけたんですよ。あ、確かに。1回ぐらいしか、多分 1,2 回しか、前結構ひどい時があって。そうですね。10回ぐらい切ってた時があったんで、今日順調に終われました。本当に皆様のおかげでございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、カホと TME 社長の地域密着ラジオ、この番組は地域の企業の方々と健全なアーティスト育成を中心に、楽曲提供等々を行っております、株式会社ディストルミュージックエンターテインメントの提供で放送いたしました。それではね、はい、また来月ですかね。もう夏本番ですから。ですからね、はい、はい、それではまた来月。さようなら。さようなら。